岐阜市では平成28年度から岐阜市とその近郊で採れた特産農産物を愛称岐阜ベジと呼び、安全安心にこだわり抜いた地元の野菜をより多くの皆様に親しんでもらおうと取り組んでいます。岐阜市から始まったこの取り組みは徐々に対象地域や品目を拡大して、現在岐阜市、羽島市、山形市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町の5市3町で採れた23品目を岐阜ベジと呼んでいます。多くの皆様に岐阜ベジのことを知ってもらうため、岐阜県内の学生、主婦、社会人などから選ばれた岐阜ベジイメージガールが地元の旬を全力紹介をキャッチコピーに、各種イベントに出演したり、岐阜ベジの生産者を取材したり、岐阜ベジを使ったレシピを紹介したりといった活動を通じて岐阜ベジの魅力を発信しています。今回はこの時期特におすすめの岐阜ベジイチゴをご紹介します。岐阜ベジのイチゴは戦前から市南部の一部の農家で栽培されていたものが、昭和30年代にこの地域で栽培されるようになりました。品種は美濃娘、濃姫などが栽培されています。美濃娘は大粒で甘みと酸味のバランスが良いのが特徴、濃姫は大粒で甘みが強く中心まで淡い赤色で柔らかいのが特徴です。岐阜ベジやその活動については、岐阜ベジ公式ホームページや SNS でご紹介しています。いちごを使ったレシピも掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。美濃娘は甘みと酸味のバランスが非常によく美味しいですよ。はい、木がすごく大きくなっちゃうんで、でわさわさってなって病気にもなりやすいので、この葉っぱを取ったり芽を取ったりする作業が大変ですね。非常に美味しいイチゴだと思いますので、ぜひ味わってみてください。お願いします。